18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号、姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。早速この俺の力を味わってもらおうか。どうした、居眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃない。もっと真面目にやれよ。少しはやれるらしいな。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。そいつは楽しみだ。どうだ、サイヤ人のサルミン。それで本気のつもりじゃないだろうな。本気にさせたいようだ、この私を。とっくに本気だと思っていたかな。クロリービッグバンアタック、ギャリック砲。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。
よし。10メートル以内。近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても、破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け、父さん。父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れて言いやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。己ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんが。というわけに、しまった。目が。やめろ。18号。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。
18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていたセンズで一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。